ありがとうございました。ポーラーカラーズのライブでした。今日はですね、ちょっと今お話を聞く前に、ここのスタジオのご紹介をさせていただきたいと思うんですけれども、映像は出ますでしょうか。はい、こちらはですね、G-ROCKS で、コルグさんが運営されているスタジオなんですけれども、下高井戸の駅から徒歩8分、まあ、桜上水も近いでしょうかね。で、国道20号沿いの、コルグの看板が目印となっておりまして、スタジオは6つ、ホームページの方に、料金も出ておりますので、おりますで、いろんなプロのミュージシャンの方が、まあ、使用されているしっかりとしたスタジオでございまして、まあ、私たちが、まあ、この番組はのボランティアで、まあ、いい自分たちが見たい音楽番組を、作りたいということで始めたんですけれども、まあ、そのミュージックシェアがちょっと場所をですね、いろんなこう問題が起こって、探している最中に、収録先を探している最中に、まあ、手を差し伸べてくださったということで、今回こちらからお届けとなります。本当に G-ROCK さんありがとうございます。はい、映像も大丈夫でしたでしょうか。でオープニングちょっとオープニングの映像がなんかガチャッとしたみたいで申し訳ございませんでした。それでは、ポーラカラーズの、お二方に来ていただいてトークをしていきたいと思います。マイクがですね、あ、はい、じゃあこちらお願いします。すいません、ゲストに椅子を出させるという、すいません、大丈夫でしょうか。お疲れ様です。素敵なライブをありがとうございます。あ、このマイクお使いください。ありがとうございます。ありがとうございました。ポーラカラーズでした。あ、これからデスターだったらもう終わっちゃうじゃないですか。ライブが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 ね、はい、ライブがね、はい、で、あ、じゃあ自己紹介お名前だけでも、ポーラカラーズの藤枝慎介です。担当は何でしょう。まあライブはサックスとか笛とか吹き文系をやります。はいはい、藤枝慎介ですよろしくお願いします。お願いします。畑田ですライブはピコ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 機械をいっぱい操ってます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。藤枝さんは、はい、去年の1月そうですね、ツーオーバーカインドとしてはい、ツーオーバーカインド、はい、はい、もうあっという間ですね。1年、そうですね、1年ちょっと経ちましたけど、以上経っちゃったんですね。来てはりましたよね、一緒に写真も写ってましたもんね。そうそうなんですよね。で、まあ、今回はポーラカラーズでのご出演ということで、はい、ちょっとだけ話かぶるかもしれないですけど、あ、全然ご勘弁をということで、はい、なんか楽器増えましたよね。いや、でもね、もともとでもそうですね、昔から比べたらそうですよね。昔はサックスだけだったから。そうですね、フルートとサックスは、ね、いつの間にかいろんな、うん、吹き物系が増えましたですよね、はい、なんか長いやつとか、 なんか、楽器の説明ちょっといいですか。あ、いいですよ。なんか右側、左側からかな、こういう時って。左側、はい、僕の左、あれはフルート、はい、ね、あれフル、まあ皆さんご存知のフルートで、その隣にあるは長いものが、はい、ハーモニックフルートっていう、まあ、フルートの先祖みたいなもんで、オーストラリアの、民族楽器というか、うん、そういうプリミティブな楽器で、その向こう側にある今回使わなかったんですけど、あれはバンブーサックスといって、竹で出来た手作りのサックス。あ、サックス、うん、あれサックスなんですね。すげえいい音するんですよ、あれ。でその隣にあるのが、まあ、ソプラノサックスです。はい、トゥオーバーカインドの時も吹いてたやつですね、うん、はい、なるほど。で、畑さんはいっぱい楽器を持ってきてくださってるんですけど。そうですね、カメラのさんは上から撮ったりとかできますかねごめんなさい無茶ぶりをしてみますが、いや、せっかくなんでね、機材もどんなのを使ったはるか。今電源落としちゃったんですが、はい、まあ、パソコン使って、はい、まあ、キーボードも使って、あといろいろエフェクターだったりビコビコ音が出るやつをこの真ん中のミキサーにまとめて音を出しています。ありがとうございます。とんでもないです
で、畑さんは、はい、別のバンドもやってらっしゃいますよね。そうですね、ダチャンボっていうバンドもやってまして、それ去年1年間ちょっと活動ちょっと止めてたんだけど、今度4月の29日ね、なんか見ました、うん、ニュースで。そうそう、横浜のベイホールっていうところなんですが、うん、そこでちょっと復活しますっていう感じなんで。どれくらいぶりなんですか？1年ちょっと。あ、そうなんだ。1年ちょっとかな。おー、だともう一つ、あの小安くんって、はい、ヨーグルト小安とかで活躍している、はい、人と、あの二人とも打ち込みで、うん、なんかインプロをするっていう、そうそう、インプロの打ち込みセッションユニットみたいな、うん、その場でこう、キック打ち込むからベース入れてっつって、ね、ハット入れてって上物入れてってっていうのをその場でぜいぜい言いながらやるようなユニットもやったりと、うん、まあ、あと DJ とかもやらせていただきながら、あの今日この頃です。はい、ありがとうございます。で、藤枝さんは、まあ、まず音楽家だし、サックスプレイヤーだし、プロデューサーだし、なんか肩書きが多くなっちゃってる、なんか一言で言うと何ですかね、ミュージシャン人間